はい、どうも毎日ポジティブ363回目でございますさあ、私がスーパーポジティブティーチャー福地ですよろしくお願いいたします今日はですね、えー、自宅からこのですね、毎日ポジティブを投稿したいと思います。昨日のですね、コメントはなんと4件もいただきました。 ただコメントがですね、一つ一つが長いですし、ちょっと昨日のですね、毎日ポジティブ、非常にですね、シリアル、シリアルなね、展開で、あのー、まあ、非常に長くてですね、あのー、動画自体もですね、えー、ちょっと僕のリアルなところをですね、ちょっと見せたということなので、コメントですね、結構長めの、がっつりしたコメントいただいたんですけども、今回はですね、えー、コメント欄で、返信という形で返させていただくので、今回動画で返すのはですね、割愛させていただきたいと思います。さあ、 それではですね、えー、今日のお話なんですけども、本当に初めてですよ。一日、全くやる気が起,起きなかったのが今日なんですね。今日やりたいなと思ってたことほとんど何一できなかったですね。多分、鬱になってしまってる人とか、もうもっともっとひどい症状だと思うんですけど、すごく落ち込んだ時って、 何にもやる気が起きないって多分こういうことなんだなと思いました。もう今日本当にね、ずっとなんかね、あのー、一日何にもせずにですね、まあ携帯ちょっといじ熟って YouTube 見たりとかそんなことしながらですね、なんか一日が今日過ぎてしまったなと思います。はい。で、こういうこともね、必要なんだと思います。充電期間ってよく言うじゃないですか。 僕多分今これ心の今充電期間なのかなとで今日実際にでもいいこともありましてすごく僕が抱えてた悩みがですね少しちょっと改善された部分もありますしなんか家に帰ってねお風呂入ってなんかゆっくりして一日何もしないでボケーっとしててですねちょっとなんか元気が出てきたなという 感じは今日しました。まあ人に会わないというのがやっぱり一番ですので、今日も人に全く会っておりませんね。一切。人とも喋ってないですかね。LINE したぐらいですか。でもこうやって何にもしない一日、なんかずっと自分と向き合ってたりとか、昨日が一番ちょっとひどかったんですけど、僕のメンタルがですね。でもなんか今日一日はすごく穏やかにですね、一日。何もしないで。 過ごしていきましたなんか明日からようやく動けそうだなっていう感じがしますやっぱねこうやって何もしない一日もね大切なのかなずっと今まで何もしない一日なんて僕の辞書にはないぐらい毎日何かしら行動していたので本当にボケーっとね本当でやるべきこともあるんですよでもやる気が起きないんですよ やろうとする気持ちが起きない。もう逆に開き直っちゃうみたいな。逆にもうね、開き直ってもやんない今日みたいな。もうやんないよ私みたいな。ぐらいの、今、状態で開き直ってですね、何にもせずに、ダーラーっとですね、テレビずっと流してたりとか、なんか YouTube 見たりとかしてですね、今日は過ごしちゃったんですけども、それだけでもね、なんかちょっと、心の中がリセットされたというか、 すーってなんかなったような気がするんですよ。何なんですかねうん、こういう感覚は僕今まではなかったんですけど、まあ昨日の動画で、なんかすごく心配してくれて、なんか連絡くれる方もいらっしゃったりとかして、ね、メンタルティーチャーやられてんじゃないのみたいな。うん、<laughs> やられてましたね。<laughs> はい。 昨日の動画ね、もう削除しようかなと思うぐらいのね、ちょっと恥ずかしい内容なんですけども、まあこれはこれで僕のリアルの心の中なので、これはもう削除しないでこのままずっとね、行こうと思うんですけど、でもだいぶ元気になりました。何にもしなくて。だから何にもしないってね、やっぱ人間必要なのかなと思います。何にもしない一日。あえて何の予定も入れずに、何にもしない一日がですね、 なんか心地いいような気が今日はしました。なんか明日一歩踏み出せるんじゃないかなっていう感じがしてます。また明日起きてね、何にもしたくねって思うかもしれないんですけど、いやもう仕事しろよみたいな。まあ、仕事ないんですけど、今。なんかね、でも、何な,なんですかね。なんかでもやばい、やばい分もあるんですよ。売り上げもないんでね。でも、 なんかこういう一日をね、作って、明日からよっしゃやってみようっていうふうにちょっと思ってます、今。なので、こういうふうに何にもしない一日を、なんで何もしなかったんだろうって落ち込むんじゃなくて、何にもしない一日あっていいじゃん、みたいな。ここで充電しちゃおう、みたいな。心の充電できちゃったっしょ、みたいな。なんかそんな風うなポジティブなね、何にもしなくても考え方で、 心を落ち着かせる。体もそう。心もそう。頭もそう。ね。落ち着かし、一回休んでみるというのは、なんか良かったのかなと思います。なんかちょっとメンタルも復活してきて、ちょっと明日からね、バンバン動いちゃおうかな。<laughs> ま、でも明日起きたら、またやる気にないかもしれない。そしたっちやら、何もやらなくていいし。今はね、もうそんな形で、 多分浮き沈みがすごい激しいと思うんですけど、まあ、その中でもそういう,うになんにすごく落ち込んでる人とか,なんかこう何もできない人とかっていう人の気持ちもねな分か,かる気もねほんのちょこっとだけきっとね多うつになってしまう人ってこういう状態がずっと続いてたりとかそれずっと不安になってずっと悲しくてずっと泣いてしまうみたいな。 そういうところまでは全然僕は言ってないし、まだまだね、えー、軽い部分ではあると思うんですけど、でもそういう人もいるっていうことも、おなんかちょっとだけ、ああ、こういう感じなのかなっていうのは分かりました。なので、家にね、いて、ステイホームと。まず人に会わなかっただけでも偉いよ。偉い偉い。頑張ったよく頑張ったっていうふうに気持ちでね、なんか明日は一歩踏み出しそうな気がするので、 また明日毎日ポジティブでさらにね元気になった僕を伝えていきたいなと思います本当に今日も皆さん家にいて感染者をね増やさないでくれて本当にありがとうございます確実に増えてはいるんですけどまだまだ未来変えれると思うのでまずは自分から自分からまずは会わないそうやってこの苦難をみんなで乗り越えていきましょうということで 毎日ポジティブ363回目でございました。ご清聴ありがとうございました。